でやろうぜ。ね。ビリビリです。なんか大人でやろうぜって言われた瞬間に緊張しちゃってますよ。はい、こんにちは。はい。ね、はい、では今日は、うん、奈良市の、はい、今週も、来たな、奈良市の奈良市の来ました、ね、奈良市の高校で卒業して活躍されている笑顔の先生、岡谷佳代さんも、あ、岡谷さん、はい、笑顔の先生知り合いでございます。私、笑顔の先生、あの時でしょ、あの時どの時ふらりと入ってった居酒屋じゃないの、じゃないんです。あ、違うの。僕、あのね、介護の研修の時に一度お会いしてるんです。あー、なんか、うん、狭い。私もですから、こちらにあのレインボーラジオ の、 あの、うん、映画できた時に、うん、ルーディーさんが知り合いだったということで、フェイスブックで知って、とても驚いたんですね。ですが、私があのその岡谷さんと知り合ったこと自体も、うん、去年の、奈良市の高校の野球部が、あと一歩ここで甲子園を逃してしまった、うん、マリンタイヤの決勝戦で、うん、応援しているところをあの撮ってほしいって言って声をかけた時の、うん、偶然の一番だったんですね。この中の写真です。ちっちゃあ、ここでは小さくて申し訳ない。応援のね、野球場で出会ったわけですね。そうですね、はい。で、その後フェイスブックで拝見しましたら、あの笑顔の先生というあの経歴を知って、これはもうぜひ自分の写真と何かコラボレーションできるんじゃないかなと思って、うん、そうだよね、お友達にならせていただいて、うん、ほうほうほう。でその他にやはりいろいろもうイベントとかでコースとかやられてるんですね、うん、でそういったところを撮影させていただいたりするときにも本当にそのたびに癒されてしまうというか、うん、でその人に教えて、あなたの笑顔で誰を幸せにできますか、はい、っていうそのような質問を投げかけて、うん、それでママさんとお子さんとの関係を少しでもいいよ、うん、っていうふうな声もされていると思います、うん、本当に聞いてると自分もどん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 気持ちが明るくなってきて、そうですね、っていうのも役立っているところがたくさんあるので、はい、本当に頼もしい後輩がいらっしゃるということになります。そして岡谷さん、この番組のファンだという、うん、クリスさんも聞いてくださっている、ほら、はい、奈良市のパワーすごいね。おかげさまで、ね、積み重なってますよね、はい、仲間が増えてちょっと俺も頑張るようになってきて、チュバホーが強い。頑張りましょうね。頑張ります、はい、岡谷さんってね、あのね、あのね、アロハって言いながら、うん、こうアロハって声をかけながら、うん、こう例えば笑顔の練習したりとか、そういうワークショップとかもやるんですけど、うん、なんかね、知らないうちにみんなね食いついてくんですよ。へえ、そこに、うん、面白い。見ました、そういう。実はそれまだ私見てないです。あ、じゃあそれもぜひ一度見せてもらった方がいいですよ。それはいいですね。うん、アロハーって言いながらね。リリリの方だね。リリリが知らないことがあるの面白いんだ。いや、知らないことがあって。今週頑張ろうって言ってばっかりなんだね、さっき。あの時のリアクション、来た知らないこと来たんだと思って。今日はもう2人で岡谷さん紹介するということで、そうですよね、はい、そういうことで、川石が上手になった、鍛えられてね、育てたからありがとうございます。そしてぜひそういった流れ、お話の流れでも絶対に言わなければ、ね、言えないお話がちょっとありまして、はい、忘れてないよ、リリリね、もうそれとかおさわりよ、さすが。そういった、いろんな講習の中で、子供のやる気を切らす魔法の質問というものも、自分と岡谷さん自身が、いろんな講習の中で、お子さんとの関係、ママ働くママもそういった、お子さんとの関係とコミュニケーションの中でこれを必ず、ぜひ広めたいと思ってらっしゃるそうなので、そういった、ことで、必要があればどこへでも飛んでいきますとおっしゃってるので、あ、そうですか、はい、そういった本当なんて言うんでしょう、講習とかが必要だったら、声をかけてほしいとおっしゃってますので、このラジオのお聞きの皆さん、ぜひ岡谷佳代さんに声をかけてあげてください。ぜひぜひ、はい、アクセスしたい人がリリリンのとこに行けばいいの、はい、そうね、私からもできますし、フェイスブックも岡谷佳代さんがやってらっしゃいますので、大丈夫です。楽しい。またリンクを貼らさせてもらいます。楽しみ、お会いしてみたいね。うん、もうね、会ったらね、もう会ってるだけで明るくなっちゃう感じです、はい、でもスポーツウーマンなんですよね。そうなんです。素敵、はい、ソフトボール部だったので、とても強かった。頑張る、マラソンの高校ソフトボール部強かったので、またそこにすごい必ず野球に戻るっていうね、はい、お後がよろしいよ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。